アガディールはモロッコ南西部の都市。人口は698,310人。現在アガディールのある場所は中世においては小さな漁村があるのみであった。1505年、ポルトガル人によってサンタクルーズ・ドゥー・カボデグという町が作られ、防衛企業の拠点となった。百四十一年にはワッタース・朝の支配下に置かれる。百七十二年には要塞が築かれ、 アガディールは2世紀の間繁栄した。1960年2月29日、沿岸でアガディール地震が発生し、多数の犠牲者を出す。大西洋とアトラス山脈に挟まれている。欠片の気候区分でステップ気候に区分される。観光と農業が中心。農業はベルベル人が生産してきたアルガン油が評価されるようになり、生産。 集積地として注目されている。商業港と二つの漁港がある。サッカークラブ、アガディールクライメートノーマルズ19611990ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション2017年8月15日、閲覧。モロッコの黄金アルガンオイルが地域を救う。 CNN,http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュトラベルスラッシュ参考0 2, 2 3 1 8 7 h t m l 2 0 1 2年11月13日閲覧。ありがとうございます。